どうも、りょうまです。今回もこちらの熊のレストランの続きをやっていこうと思います。前回ですね、最後になんか急に揺れ出して、何が起こってるんだって言って熊さんがお外に出たところで終わったので、その続きをやっていこうと思います。じゃあ早速お外を出てみるか。外に出ますか。今なら自分の部屋に戻って記憶のかけらをチェックすることもできます。え、何それ。待って、それ見てから行くか。じゃあ、え、記憶のかけらって何、何の記録、記憶が見れるんだ。あ、これ一回またあれか、おねんねタイム。あ、もう着替えた。え、あー、なるほどね。え、これ今までの人の全部見れるってこと。これ見なきゃいけないのかな。右から見てってみるか。あー、なるほど。あ、そっか、これあれか、広告見ないといけないんだね。ちょっと一回ここはじゃあカットで。わー、あのいかちい人のあれだ、記憶だ。あ、なんだここ。く、行き止まりか。なんか追われてない。観念しな、もう逃げられない。なぜ取引のことをサスにチクった。うちは薬だけはやらねえって信じてた。裏切ったのはそっちの方だ。綺麗事ばかりじゃやっていけないんだよ。組織はボスが変わってからおかしくなりやがった。いい加減目を覚ませ。話にならんな。ああ、処分だ。はぁ、うおー、返り討ちじゃん。畜生が。だが。あ、撃たれちゃったんだ。後悔はねえ。よ。よ。ちょっと笑うシーンじゃないんだけどね。あ、小鳥さんの記憶も見れんの。これまた見なきゃいけないのか、広告。あー、来たー。可愛いけど、言葉遣いが乱暴な小鳥さん。なんで死んじゃったんだろう、この小鳥さん。あ、あ、また来てる。なんて可愛い小鳥ちゃんなのかしら。でも言葉遣いすごいよ、この子。食事の邪魔しちゃ悪いわね。また明日も来てね。え、こっからどうやって。おい、あれ見ろよ。小鳥だぜ。昨日買ったエアガンで当てるか試そうぜ。だって最悪じゃん、これ。3回だよ。当たるかな。いいからやってみろって。これで撃たれちゃったんだ。かわいそう。すっげえ当たった。当たったじゃないよ。俺天才。最悪。え、小鳥ちゃんかわいそう。ネズミちゃん。起きた、ネズミちゃんの記憶。あ、これあれじゃん、ワンダーランドみたいなとこじゃん。あら、かわいい。あんな踊っちゃって。なんか変なキノコ食べちゃうんじゃない。あ、やっぱり。あ、なんか見るからにやばいって、そのキノコは。あー、毒だったんだ。かわいそうに。え、この人誰だっけ。やばい、この人が誰だか全然思い出せない。何の人だっけ、これ。あ、お仕事してる。うー、もう終電も過ぎてしまった。明日の会議までに間に合わせないと。これ過労死しちゃうんじゃない。もうしばらく妻の顔も見れていない。ええ、ずっと会社にいるってこと。あれ、なんだかあたりがぼやけて。あ、やっぱりそうだ。頑張りすぎちゃったんだ。あ、れ、そういうことね。え、これなんだっけ。赤ちゃんか。まあ、来たぞ、赤ちゃんの記憶。どうやって始まるんだろう、これ。ああ、美味しかった。美味しかったよね。お家に帰ろっか。これママかな。え、前にさ、事故に遭った人いたよね。それの、あれ、記憶の赤ちゃんってことかな。あれ、これ全部見たよね。あれ、これおじいさんの記憶って見なかったっけ。一応見てみよっか、おじいちゃんの記憶。あ、見てないな、これ。あら、どうしたの、おじいちゃん。今日も静かだの。ばあさん。すまん。もう、
治療の痛みも、みんなに迷惑かけるのも、耐えられんのじゃ。え？素晴らしい人生だった。そういうことだったんだ。あれ、この人も見てないのか、自分。これあれだよね。なんか、インスタかなんかにストーリー上げようとしてた女性だよね。お、スマホいじってる。おー、なんだ？またパパか。むしむし。うざい、ほっといてって感じ。まあ、なんかそういう感じの子そう、子そうだもんね、この子ね。なんだ？ねえねえ。何ですか？一人で何やってるの？うざ。ま、前から気になってて。キモ。え、なんかストーカー的な感じ？ね、だからね。あの、すみませんけど。聞いてもらっていいですか？気強いな、この人。私、彼氏いるんで。やばい、これ怒るんじゃない？彼氏？嘘だ。毎日見てたけど、そんな人いなかったよ。やっぱストーカーだ。やば。いるの？彼氏。僕がこんなに決めることが好きなのに。なんで？なんで？意味がわからないよ。毎日手紙書いたり、お花送ったり。警察呼ばないと。毎日君が無事に登下校できるようにずっと見てたんだよ。怖いよ、ここまで来ると。なんでなの？答えてよ。僕はこんなに愛してるんだよ。お願い、早く通じて。何？誰にメッセージしてるの？彼氏？彼氏なの？何なんだよ。俺の気持ちはどうなるんだよ。うおぉ！あ！違うよ。そんなつもりじゃ。うわぁ！え、刺されたってこと？あたし、バカだ。みんな死に方が壮絶すぎるよ、これ。あ、これ自分全員見てないな、多分。この子なんだっけ？これ結構あれだよね、前に来た子だよね。え、病院？それでさ、先生ったら本当にバナナの皮で滑ってやんの。すごいな、バナナの皮。めっちゃ怒られたけど、超面白かったよ。見たかったな。元気になったら一緒にいたずらしようぜ。うん。絶対すぐ良くなるって。じゃあまた来るね。うん、ありがとう。あー、これ病気であれか。友達っていいな。頑張って元気にならないと。あー、悪化しちゃうんだ。あー、嫌だ、よ。死にたく、ないよ。うわ、なんかこれ見てるの辛いなぁ。この子なんだっけ？あ、あれこれ広告ないんじゃない？やった。今カットしてるけど全部広告見てたんですよ、今。あ、これあのおっちゃんじゃん。うぃ、今日もうまかった。また来るぜ。足元には気をつけてくだせえよ。わーってるって。これ、あれ？あ、これで見てないのか。え、これ見たよね。あ、これ電車で、あ、これ見た見た見た。ここカットするか。はい、ということでね、これで、見てなかったんだね、自分記憶のかけらね、めっちゃ溜めてちゃったんだ。外に出ますか？今なら自分の部屋に戻って記憶のかけらをチェックすることもできます。あ、もう全部見たんで、外に出る。やっと何が起こったか見れるよ、これ。なんかやばくない色。え、どうすんのこっから。真っ赤っかだよ、何これ。空の色が赤い。不気味だな。駅の方に行ってみよう。あ、これでまた駅に向かうのか。さっきの真っ黒クロスケが、なんか嫌な予感がする。行きますか？心の準備が必要。いや、もうできてるできてる。もう広告見てる間に十分できたよ。いる。なんなのこれは。これは、さっきの悪魔？
何してんの悪魔。みんな、食ってやった。お前らも、食ってやる。な、これは手に負えないぞ。逃げよう。あとは天使たちが何とかしてくれる。パパ、パパ、娘さん、助けて。え、クマさんと猫ちゃんまで飲み込まれちゃった。え、何、なんかこの宇宙みたいなとこ。なんだここ。あ、娘さん、なんで、なんで助けてくれなかったの。え、え、どういうこと。くくく、あ、さっきの来るんじゃない。これがお前の絶望か。うまそうだ。な、なんだお前は。娘を返せ。返す？当たり前だ。じゃあなんで救わなかった？は？彼女は助けを求めていた。お前は話すら聞いてやらなかったよな。そ、それは、それどころか。お前は娘の最後の時も一緒にいてやらなかった。そうだったの？打ちどころが悪かったのか。すぐには死ねなかった。そうだったの？パパはどこって、つぶやき続けたんだ。最後までね。違う。知ってたよな。くくく。お前も、立派な悪魔だよ。悪魔同士仲良くやろうぜ。なんかでも理由があったんじゃないの？ああ、悪魔さんが。いただくぜ。熊さんが、うまい。絶望。最高だよ。熊さんが、あ、猫ちゃん、起きた。ん？お前は、前に一度会ったな。また会えて嬉しいよ。絶望する記憶すら持ち合わせていないか。哀れな奴だ。食ってやるよ。猫ちゃんも食われちゃった。まずい。何この展開、最初あんなのほほんとしてたのに。どこだここ。なんか奥に道が続いてるけど。え、これ動かせんの？あ、動かせる。どうすんのこっから。あ、クマさん。何、なんかこの天国のゲートみたいなやつ。行っちゃった。閉まっちゃった。え、どうすんのこっから。閉まっちゃったよ。扉は開かない。みんなの記憶をかすかに感じる。あ、何？あ、あの病気してた子か。選んでいる記憶のかけらの持ち主ではないようだ。正しい記憶のかけらを選んで話しかければ。え、どういうこと？あ、これを選ぶってこと？チェック。誰かの記憶のかけらは光を失っている。選んで持ち主に見せれば。え、これ見せるってこと？え、どういうこと、どういうこと？これを見せるんじゃなくて、記憶のかけらが光り出す。あ、やっぱそうだ、合ってる。あ、なんか姿が出てきた。
あのね、ママはいつもダメって言ってたけど、友達とこっそり食べるカップ麺最高だった。君も友達を助けるんだよね。記憶のかけらがほんのりと光り始めた。これ一個一個やっていく感じかな？これは、あ、これ、これか？あれ、合ってる？これ。選んでる記憶のかけらの道じゃないようだ。ん？待って、これ、これ、え、これじゃないよね？これか？これは？あ、来た？あ、違う？あ、違う。え、待って待って。え、この人どれ？これじゃない？これも違うんだよね。あ、来た！あ、これか！合ってた合ってた。ちょっと影が難しかったな。スマホばっかりいじるなって。もうパパと同じこと言わないでよ。でも、パパも私のことが大切だから怒ったんだよね。今ならわかるよ。あ、また光り始めた。これを一個一個やっていけばいい感じか。あ、これあれだ、イカチヒトだ。これは簡単だね。これこれだ。お、光り出した。あの、イカチお兄さんだ、これ。おめえの作ってくれた寿司。ブサイクだったけどよ。飯がブサイクって初めて聞いたな。ハートに響いたぜ。おー、でも響いてくれたんだね。ここは？あー、小鳥ちゃんだ、小鳥ちゃん。撃たれちゃった、小鳥ちゃん。はい。何お話するんだろう。また口悪いのか、もしかして。近所のまぶいママさんがよ、くれたみかんすんげーうまかった。最後に食えて嬉しかったぜ。ああ、よかった。ここはあれだね。言葉遣い。そんなに悪くなかったね。あ、チューチューだ、チューチュー。はい、チューチュー。毒キノコ食べちゃった、チューチュー。最後何お話するんだろう、チューチューは。あ、踊ってる。あ、そうだ、この子喋んないんだ。あはは、かわいい。ここは？あ、この人あれじゃん。働きすぎちゃった人じゃん。ずっと会ってないって言ってたもんね、奥さんに。妻の作ってくれた肉じゃがを。食べている時だけが安らげたよ。全然帰らなかったこと謝らなきゃね。ねえ、ずっと帰れなかったんだもんね。ここは？あ、これあれか。おじいちゃんか。あったあったと、おじいちゃん。おじいちゃん、はい、はい、おじいちゃん。お、光り出す。あ、おじいちゃん。ママのオムレツは、心が温かくなるんじゃ。最後に思い出せてよかった。あ、おじいちゃん。あ、あともう少しだ。これは、これかな？これあれだよね。赤ちゃんいた。お母さんだよね、この人ね。ミートスパゲッティありがとうね。パスタなんてつまらない料理かもしれないけど、平和な日常って感じがして好きなの。え、つまらなくないよ、別に。この子でもミルクをいっぱいあげないとね。あ、笑ってる、赤ちゃん。あと二つだ。あ、これあれだ、ゲームのやってる途中に死んじゃった人じゃん。ちょっとママへの言葉遣い悪かったけど。ジャンクフードってうまいよな。あのババア野菜食わそうとしてさ。本当に余計なお世話だってんだよ。畜生。そんなこと言っちゃダメだよ、せっかくね。作ってくれたのに。あ、これあれか、酔っ払いの人か。この人もね、電車に跳ねられちゃってね。大将のお電話よ。誇りに染みるんだよ。粋なんだよ。困っていることがあれば、いつでも力になるぜ。大将ならそうするからな。せっかくね、美味しくおでん食べたね。帰り道にね。扉が開いた。こっからクマさんを救うのか？どこに行くんだ、これ。あ！クマさん。これあれか。記憶を見せるのか。胸のあたりがじんわりと温かくなってくる。記憶のかけらが輝き出した。力強く眩しく。
輝き出した。誰が見れるんだろう。ねえパパ、一緒にいっぱい楽しいことしたね。一緒にテレビを見たり。ああ、うはははは、くだらねえ。おかしいね。一緒にお絵かきしたり。なんかすごいよこれ。何を描いてるのかな。へへ、なんでしょう。クマさん。ブブー、パパさんでした。パパ自分でもあれなんだ、ちょっとクマさんに似てると思ってるんだ。俺こんなかな。こっちは秘密。何書いてたんだろう。一緒にお料理したり。あ、お料理もしたんだね、一緒にね。何それ。すごーい。ふふーん。私にもやり方教えて。あー、すごいじゃん、これ。時々怒られたり。何やっちゃったんだろう。えへへ。あ、冷蔵庫のやつ食べたな。あ、パパのプリン食べたな。許さんぞ。食べられちゃった、プリンが。パパを困らせちゃったり。何して困らせちゃったんだろう。ねえ、ママってどんな人だったの？優しい人だったよ。だってなんかパパが優しそうだもんね。人は死んだらどうなるの？なんか難しいこと聞くな。天国に行くんだよ。どうしてママは死んじゃったの？それは、あのね、私ね。パパ。おや、寝られないの？うん。あら、おねんねできないんだ。こっちにおいで。ねえ、パパはずっと一緒にいてくれる？うん。ずっと一緒にいるよ。約束だよ。うん、約束だ。約束。おやすみ。なんこれすげえ、うるっとくるじゃんこれ、私。パパのことが大好きだったよ。なんか笑ってない？これパパさんから笑ってんの？そうだよ。約束したんだ。俺が一緒にいてあげなきゃ。いけないんだ。俺が使わなきゃ。いけないんだ。またあれ出てくんのか。来たー。貴様、どうやって戻ってきた？これどうやって倒すの？俺はずっと、あの子との思い出と向き合うことを避けてた。素敵な思い出がこんなにあったのに、それすらも忘れようとしてしまっていた。俺はあの子ともう一度会いたい。お前なんかに邪魔されてたまるか。うわ、笑ってるよ。おいおいおい、顎が外れるかと思ったぜ。冗談にしちゃ。寒いぜ。なんか、何これ。お前には絶望がお似合いだよ。なんか捕まっちゃったよ。クマさん。う。笑ってるよ。終わりだ。ああ、充電がまさかの。早く終わらせないと、スマホが終わる。急いで。お前の存在を完全に消し去ってくれる。こんなところで、消えた。おい、熊子。何寝てんだ、とっとと起きろ。ぶっ飛ばすんだろ。力貸すぜ。かっこいい。この子の明るい外の世界を見せてあげたい。
こんな奴に負けない。ああ、みんな同情だ。わしらのことを天国で待ってる人たちがいる。みんなでここから出よう。もう随分と疲れてしまったけど。もう一頑張りだね。ああ、ジャンクフードは好きだけど。お前のようなジャンクはや、ジャンクな奴は許さねえ。あ、今のかっこよかったっしょ。自分で言っちゃった。しけた面してんな。写真撮ってアップするぞ。ああ、お子ちゃまも来た。友達を助けるの当たり前だよ。僕も力を貸すよ。ああ、ネズミさん。踊ってる。あ、酔っ払いだ。大将は困っている人を絶対に放っておかなかった。俺もそうするだけだ。ああ、小鳥さんも来てくれた。クズ野郎が。かわいい。おぐま、おくば、おくばがたまた言わせてるか。怖え、やっぱり。最初なんて書いてあるんだかわかんなかった。見た目可愛いんだけど、言うこと怖いんだよな。全員集合じゃん。な、なんだ餌どもが。お、俺の邪魔をするな。これみんなでやっつけるのかな。みんな行くぞ。あ、すごいすごい。なんか光が出てる。これでやっつけんのか？クマ子、受け取りな。おー、いっけー、クマさん。みんなの力を。クマに力を分ける。あー、猫ちゃんも。これで倒すのか？いけ、やっつけちゃう、こんなやつ。お待たせしました。こちらがご注文いただいた。希望です。ここは、不思議だ。すごく懐かしい感じがする。なんだろう。あの子をすぐそばに感じる。もう行かなきゃ。また来るね。これなんだろう、娘さんとあれかな。来たことがある場所なのかな。あ、駅？あー、みんな乗ってる。あ、小鳥さん、あのイカチウムいたんの肩に乗ってる、かわいい。最後行ったこと怖かったけど。おっさんは行かなくていいのか？いいのか？あー、まだやり残したことがあるんだ。そうか。向こうで待ってるぜ。あわよ。何やり残したんだろう。あー、行っちゃった。てか初めてあれだね。電車走ってるの見たね。あー、行っちゃったみんな。でもこれで無事に天国に行けたってことだもんね。行ってしまったね。お前行かなくてよかったのかい？そうだよ。やり残したことがあるよな。これからもよろしくね。何？やり残したことってなんだ？あー、すごい。さっきの列車、空に向かって走ってってんのかな、あれ。あ！終わったー。熊のレストラン。なんかね、最初はね、本当にただなんかのほほんとしたゲームで、なんか来たお客さんのね、なんかこう接客をして、その人がなんかこう、食べたいものを食べさせてあげてくっていう、なんかすごいね、のほほんとしてね、単純なゲームかなって思ってたんですけど、なんかさ、もうこれ最後の方あれだよね、感動的でさ、なんかみんなのね、記憶一つ一つですげえうるうるしちゃったよ、これ。いやー、まさか。途中からこんななんか感動系になると思わなかったなー。いや、結構ね、やばかった。すげえお目々うるうるしてたよ、自分。
いや、まさかこんな展開になると思わなかったな。なんかあのね、真っ黒クロスケみたいな、絶望みたいなね、やつが出てきてね。え、でもあそこのさ、最後のあのさ、みんながさ、駆けつけてきてくれてさ、なんか希望？希望をさ、クマさんにさ、こうみんなでさ、渡してさ、あの絶望にぶつけて倒すところあれだね。めっちゃ鳥肌立ったあれ。すげえ感動的だな。まさなんか最後あんな戦闘みたいなシーンもね、あると思わなかったしね。いやーこれ自分が今までやってきたゲームの中で結構上位の感動だねこれね。すげえ。なんか結構ね、これ、いろんな人がね、多分ね、実況とか、いや、まあ、見たことはないんですけど、あ、なんかやってるなっていうのは見たことあるんですけど、いや、意外だったなー。こんなね、感動系のね、やつをこの、しかもこれスマホのね、アプリでやってるんですけど、しかもこれを無料でね、こんなにできちゃうなんてすごいな、最近のアプリのゲーム。え、めっちゃ面白かった、本当に。はぁ、いやでも本当にね、最初こんな展開になるとは全く思わなかったな。てかクマさんがね、まさかまさかのね、あそこの世界ではね、クマさんだったけど、現実世界ではあれだったんだね。クマさんみたいな、なんかあれだね、すごい優しい、パパだったんだね。娘さんもいてね。けどあれ、娘さんのお話がね、めちゃくちゃかわいそうだったな。なんかたださ、パパが、クマさんにさ、似てるだけで、なんかクマの子だの、悪魔の子だの、なんかね、いろいろ言われてね。しかも屋上でご飯食べてるだけなのに、なんかいじめっ子みたいな子が来て、なんかいろいろ言われたりしてね。しかもね、あの人たちほんと最悪だったよね。屋上のね、鍵閉められちゃって。で、パパにね、連絡しようとしたけどね。なんか迷惑かけちゃダメだってことでね。あのパイプから降りようとしたらね。あ、でもさ、あれ、なんか自殺っぽかったからさ、それじゃなくってちょっとでもね、安心はちょっとしたんだけど、でもやっぱ悲しいよね。しかも事故ってことだもんね。しかもなんか打ちどころが悪いせいかね。やっぱずっとあれだったんだね。パパにね、会いたかったのか。パパパパーってうなされてたってね。これでもあれだね。なんですぐに、娘さんがいた病院かな？病院行けなかったんだろう。なんかお仕事中であれかな？知らない間に、そうなっちゃった感じなのかな？え、でも病院からさ、連絡とか行ったりしないのかな？そういう時って。それかお仕事が忙しすぎてあれかな、携帯とか、見るお時間とかも、全然なかったのかな。でもだとしたらそれめっちゃ後悔しちゃうよね。あ、終わった？は？なんだ？これじゃん、タイトル画面のやつじゃん。これ絵じゃない？娘さんが描いてた。クマさんとなんか隣にいる人は秘密って言ってたやつだよね。え？え、これさ、もしかしてさ、娘さんってさ、猫ちゃんだったの？ SNS に感想をシェアしてみる？あ、まあ、そんなこともできるんだ。ってことで、これで終了かな？いや、めっちゃ面白かった、クマのレストラン。結構ね、長いね、パートに分けてやったんだけど、もしね、最後まで見てくれた方がいたらありがとうございました。ということで、終了しまーす。待って、まさかの展開。まだちょっとだけ続くんじゃ。まさかの続きがあったよ。
マジか。本当に普通に続くじゃん。あ、またなんかあげてる。お疲れ様。今日はもうおしまいだよ。ん？料理教えてほしいって？いいよ。あ、教えてもらうんだ。こうやるんだよ。よく見ててね。ひっくり返すのやコツがいるんだ。あ、やっぱそうだ。この猫ちゃん娘さんだ。今のは？だから探しても会えなかったんだ。ちょっと食べてみて、欲しいものがあるんだ。あ、ちょっと食べてみて欲しいものがあるんだ。少し待っていてくれないかな。あ、まだ動ける。え、なんだ？なんか入ってったぞ。え？なにこれ？なに？これさっきのあれ？絶望のやつじゃないよね。寒い。僕は消える。僕に構うな。あ、やばい、また充電が。やばい、やばい、本当に多い。消えちゃう、消えちゃう。僕は一人だ。なんだ？何今の記憶。撫でる、放っておく。これもしかしてこれも救うってこと？撫でるか。え？うう。やめろ。僕は必要ないんだ。みんな嫌いなんだ。あ。え？なんだ今の記憶。抱きしめる。ひどいことをした。なんで許してくれるの？なんで抱きしめてくれるの？あ、泣いてる。寂しかった。一人だった。本当はあんな暗いところに戻りたくない。虚無だ。逃げろ。お前も連れてかれる。え？連れて逃げる？ありがとう。あ、逃げよう逃げよう一緒に。何か物音がするな。どうしたんだ？俺の部屋になんて入って。すまない。俺はいけない。なんだそれは。バカ。え？飲み込まれた。そんな、畜生。え、何この展開。ずっといたあれだ、黒い人だ。虚無の悪魔。彼が虚無なら逃げる術はない。彼女を巻き込まれてしまったわけだね。虚無へ行く方法。地獄にあるカロンの川を渡れば虚無への入り口がある。帰れる保証はないが、地獄行きの列車は南のホームから出ているから急ぎなさい。それでは幸運を祈るよ。今度こそ救うんだ。待って。ちょっとじゃなくってかなり、え？あ、やべえ、飛ばしちゃった。何かが聞こえるみたいに言ってたね、今。地獄へ。準備しよう。え、ちょっとじゃないよ、これ続くの。結構続かない？なんか格好変わってる。行こう。あ、猫ちゃんいる。にゃんにゃ、お出かけにゃ。レストランの留守は見守るにょ。かわいい。あ、小鳥ちゃん。相棒が電車でトラブル。どこ行ったのか。箱のゲーム作ったいいやつだ。え、なんだこれ。
作者をフォローする？あ、なるほどね。じゃあ、向かってみるか。これまたあれだよね。あ、なんかポストになんか入ってんのか？郵便ポストだ。この世界を作った人に思いを伝えることができるかもしれない。あー、なるほどね。そういう感じか。これまたこっち行けばいいのかな？今は地獄池のホームへ行こう。あ、こっちじゃないのか。こっちってことか、じゃあ。あ、これ地獄行き？ふん。これなんか全然続きそうじゃない？え、めっちゃ記憶のかけら手に入るんだけど。え？あら、かわいくまさんで一緒にお酒飲まない？どんどん記憶のかけらをまた手に入れんのか？はぁ、はぁ、たまらない。やばい、この人。僕のことほっといてよ。なんかずっと走ってる人もいるんだけど。電車まだかな？まだかな？てか、なんでこの人たち地獄行きなの？ああ、実験実体したい。あ、この人は地獄行きだわ。この人はダメ。ああ、なんだおっさん。死にたくなかったら消えな。あ、この人も地獄行き。え、来た。まもなく列車が参ります。白線の内側でお待ちください。え、これ全然続く感じ？これすごい長い時間になっちゃいそうだぞ、これ。列車に乗ったらしばらく戻ってこれないかもしれないな。準備はできているだろうか。え、乗り込もう。え、なに？これで地獄に行くってこと？あ。あ、すごい。これ何？これで、本当に地獄まで行っちゃうの？なんか見た感じ全然普通のあれだけど。無料版はここまでとなります。最後まで遊ぶには、虚無券をご購入ください。未使用の記憶のかけらは、当列車内、もしくはレストに戻ると視聴可能です。お見逃しなきよう。あははは。これはまさかまさかの展開ですよ。本編を超えるさらなる感動を、本編をクリア後に物語の続き、虚無編を遊ぶことができるようになります。370円だったら全然安いよね、多分ね。これ続きやろうかな、じゃあ。ってことでね、さすがに長いんで、一回ここで終わりにしようと思うんですけど、今度はもしかしたらね、この虚無編をやるかもしれません。つまりわかんないですけどね。ってことで、まさかのあんだけの感動展開から、こんな流れになるとは。ということで、今度こそ本当の本当にね、終了しようかな。ということで、ご視聴いただいた方、ありがとうございました。